4日、何の日だ。ラッキーラッキー1周年記念。これナッキー乗せとくね。ナッキーがここ限界すぎて大丈夫。チクリハーみーちゃんが来ました。こんにちは。オズモゴープロ。私たちはできない組なので早めに来て自主練来てます、ね、できない組です。でもナッキーは来てません。できない組センター。ナッキーできない組センター。できない組センター。でミツキのお腹が順調に大きくなってすごい。お母さん次公演中にキスするんでしょ。これやるから見てて。何やんの。夕日だよね。夕日夕日。旦那の役目。あ、やだー。ちょっと締め抜きを。大丈夫大丈夫。全然取れる取れる。締め抜きする。大丈夫笑えるよ。旦那がすることなんだよ。中にチューは。大丈夫これ。旦那にさ浮気したとか。大丈夫。女の子同士。大丈夫大丈夫。思い出だ。思い出だね。ユニットやりましょうじゃ。あ、キャンディ組だ。キャンディ組やって。頑張れ。岡田奈々の落とし穴チャンネル。落とし穴チャンネル撮ってます。今日は8月24日何の日だ。ラッキーラッキー1周年記念。すごい。みんな奈々の延期になってたね。落とし穴チャンネルのメイキングで。落とし穴チャンネルのメイキングで。落とし穴チャンネルメイキングで。こちら西野美希チャンネルですよ。西野美希チャンネルなので、今日は14期生10周年特別公演の裏側に密着したいと思います。頑張ろう。ナッキーのあれを乗せるね。私ナッキーがリバー踊れないとかと、マラテのサウンドでテレテテテできないとこ全部乗せるね。バレる。ナッキーが。何？ナッキーもう一回やって。チャラチャチャ。違うよね。上の子の。チャラチャ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 。占いに教えてみる。深くてもうじゃん。くだく深くでかだよ。できない。深くくだく深く。ふであげるんだよ。ふで。そうふであげて。あ、そう。あ、そう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 。あれ。あ、そうそうそう。あ、すごいすごい。できた。できてる。これナッキー乗せとくね。ナッキーがここ。限界大丈夫。限界アイドル。会社終わりに来て。限界オイルだよ。ナッキーができるようになったよ、奈々ちゃん。できるようになった？うん。できるようになった。奈々ちゃんに見せて。すごい。こんなに大喜びすることなのこれって。確かに。ナッキー頑張ったね。いっぱい寝たからできるようになった。確かに。30日ぐらい寝たから。私も AKB やめてから上手くなったかも。暇すぎてカラオケ行くよね。そうそう、カラオケ行くようになって。現役時代に行ってたカラオケより絶対に上手くなってる。現役の時忙しかったからさ、カラオケとかも上手いよね。
張するね。最超緊張する。いつぶりの劇場？もう5年ぶりとか。あ、でもみーちゃんの卒業で出た。あー、そっか。こんな感じでやるなんてね。ね。すごいお花。すごいよ。やばいよ。あー、かわいい。ね、すごいラブ修行って感じじゃない？あ、確かにラブ修行って感じだね。やっぱこれさ、ラブ修行のやつ。これ。かわいい。だからこのさ、ロゴのさ、周りのチェックもラブ修行の衣装にそっくりじゃない？ね、確かに。これこの名前の感じもさ、これタスキ。あ、懐かしい。今日着ないからね、その衣装。確かに、もう着れないよ。着れないよね。すごい、下までだよ。ちょっと待って、すごい、すごい。着リハこれすごいんだよね。東京ドームに初めて AKB が立った時に、大先輩たちが来てた。そうだよ、私たち研究生の衣装だったのを大人になりましたっていう。誰のはい、本当にご相談で。はい、超かわいい。やばい、ポーズやばい。あなたのサウチューつぶやきながら次のステップへ進みたいね。恋の仮に今からちょっと進むよね。色やばいよ、首との差がやばい。もうなんか行かないってわけわかんなくなってる。ここまで頑張ってる時間が。だって動画で見てもやばい。マジ体調悪すぎる。え、待って、そういうことじゃない。もう心配になる。本当え、本当っていうかさ、ずっと言ってんだけど。これ拭くやつでもいいんですか。なんか、ね、さ、水さ、水でやってやればいいんじゃない？ナナのさ、そのさ、目のキラキラ私もやりたい。ね、いいよ、やろうよ。やって。こっちでもいいし、やって涙袋でもいいし。どこにやったらいい？私は、今日は涙袋にしちゃったけど、全然どっちでもいいと思う。好きなもの。どこにあるの、そのキラキラ。私が持ってる。え、貸して。いいよ、いいよ。え、かわいい。これすごいね。あ、こんなキラキラするの？ここにする？こんな感じ？うん、いいいいいいよ。キラキラさせすぎた？うん、別にちょっとだけお金で抑えるぐらいでもいいかも。買った。いい感じ。ありがとう。何？そんなさ欲しいなって言ってなんで、なんでミキだけなの？ミキがクッキー好きだから。私も好きだもん。私の方が好き。だって石原さんみんなにくれたんだよ。でもこれ1個しかないでしょ。え、これあるよ。ほら見て、みんなみんなで。これどうやって持って帰るのよ。私。なんでよ。やめて。いじめられた。これ誰か？石原さんです。あ、それなんだ。こんな方はそれ選ぶんだ。あとこれでしょ。そういうセンスも。これ歯にくっつくの。それがいいじゃん。みーちゃんが来ました。こんにちは。ありがとうございます。結婚しました。あ、親泉南さんです。い
がとうございます。みーちゃんは今日見てどういう気持ちになるか。一番難しい質問の仕方、まだわかんない。どういう気持ちになると思いますか。珍しいタイプの質問でちょっと今焦ってますけれども、はいはい、いやでもなんか大きくなったな、綺麗になったな、成長したなって思うと思いますか。あ、まだみーちゃんは知らないですよね、セットリスト。はい、わかんないです。でもみーちゃん嬉しいと思うよね。いや今知らないです。知らないのでわからないです。みーちゃんは嬉しいと思う。あ、本当？うん、懐かしいのもあるし新鮮なのもあるし、でも緊張するよね。なな緊張するよ、みーちゃんが見てると。これは何、これはどういう映像。ほら、なんかボヨボヨだし、本当だ、なんか私はすごい画質悪くない？あ、こっちにすれば綺麗だ。あと5分で本番です。時間ない、やばい、やばいよ、時間ない。リハが時間通り終わってないからね。言って、でもみんな声出せないよね。みんなあと5分だよ。やばい、あと5分です。みんな NG とか大丈夫？あと5分だけど、みんな NG とか大丈夫？みつきはどこにいるの、みんなのって言うから、うん、他の人は声出せないから、みきちゃんが大きい声で前だって言って。分かった。リスク系持ってる人。あ、持ってるよ。それは YouTube よ、 YouTube よ、まあ、回しといて思い出にもなるし。あと5分で始まります。あと5分です。緊張するね。最初挨拶したら、まずその自己紹介の位置に移動する前にミツキに来るので、みんなまずミツキの時おめでとうしていただいて、その後におめでとうしたら、じゃあみんなに自己紹介しましょうって言って自己紹介して、紹介してお題決まってないんで、前の3人はもうカサッとカサッとやります。いっちゃっていいので、あと残りの3人は楽しく、はい、左右ですね。先にはけるね、私、うん、みんな一人一人がはける。自己紹介はさらっと、ここもさらっとでいい、うん、自己紹介さらっとで、まあなんか前半曲にちょっと触れて、でなんかリハの話とかしてきたらいいかなと思った。久々だねみたいな、なんか卒業してどれぐらい経ったかっていう話と、なんかリハこんな感じだったねみたいな話せば、うん、いく、いける、いける、それで決める。で、ユニットやって、まあその後のお題は大丈夫だね、まあ、ね。決まってる、決まってる、決まってる、もう決めて3人も決まってる。ジュンクリの後はブルーが決まったので喋る。集合写真呼び込んで、一番いいかなってやって、雪見てるかで、ちょっと最後離れてから、じゃあ、私のお酒は、オーディションの時の話と、研究生の話を、今だけしましょう。はい。終わったら、で、あの、お見送り忘れずに VR。VR。はい、あ、そう。あ、やばい、やばいね。やばい、めっちゃ怖い。よし、来たい、よし、演じいきます。はい、私は可愛い、私は可愛い、私はできる、私はできる。14期10周年おめでとう。ありがとう、おめでとう、みんな運動後って美味しいんだね。運動後って美味しいんだね。
治らない。大人になりました。確かに大人の声を、ね、確かに気になるも頑張ります。頑張ってください。ずっと応援してます。ありがとう。はい、みんなお酒飲んでるわ。酒飲んでる。ほろよい。怖い。ほろよい。すごい大人。お疲れ様でした。バイバーイ。お疲れ様でした。